皆さんこんばんは。今日も一日お疲れ様でした。今夜は8つ目の新大陸について授業をします。いつもの通り眠たくなったら途中で眠っても大丈夫なので、と言いますか、この授業は眠るためのものですので、目を閉じてリラックスして聞いてください。では授業を始めます。伝説のムー大陸とアトランティス大陸。地球に存在する大陸はアジア大陸、ヨーロッパ大陸、アフリカ大陸、北アメリカ大陸、南アメリカ大陸、オーストラリア大陸、そして南極の7つですが、もしムー大陸が存在したのならば、これは海に沈んだ第8の大陸と呼ぶことができます。今夜は海底地質研究の視点に立ち、第8の大陸についてどのような研究結果が得られているのかをご紹介しましょう。まず作家のジェームズ・チャーチワードは1931年に出版した失われたムー大陸という著書の中で、太平洋に沈んだムー大陸と大西洋に沈んだアトランティス大陸の伝説を紹介しています。二つの大陸には高度な文明が栄えましたが、約1万2000年前に大陥没が起き、大洪水に飲み込まれて海へと消えたというお話です。特にムー大陸は広大だったとされ、太平洋の面積の半分以上を占めていたそうです。46億年間の地球の歴史を扱う地質学の世界では、1万2000年前といえば、つい最近のことです。数十億年前の出来事を調べることに比べれば、1万2000年前の出来事を地質学的に検証するのは、比較的簡単です。どうするのかというと、海底の地層を調べ、海に沈んだ大陸の痕跡を、検出すればいいのです。ただその検証のためには、大陸と海の底の海洋底との違いを知っていなければいけません。あとは、大陥没によって作られる地層についての知識も必要ではあります。その上で、大陸の特徴を一言で表現すると、大陸は複雑。一方の海洋底は単純だと言えます。なぜなら海洋底の大部分は玄武岩のみでできていて均質なのに対し、大陸は花崗岩、角栓岩、グラニュライトなど様々な岩石が複雑に積み重なった土台から作られているからです。そのため、もしムー大陸のように広大な大陸が陥没したのならば、複雑な土台がバラバラに割れて海底に沈み、その複雑な地層が今でも確認されるはずです。では、ムー大陸やアトランティス大陸があったとされる場所に、そうした痕跡はあるのでしょうか？残念ながら、今のところ太平洋にも大西洋にも、大陸が陥没して作られた地層は発見されていません。皆さん、がっかりしないでください。第8の大陸を探す旅は、ここでは終わりません。地質学者を魅了したパシフィカ大陸。約1万2000年前という、つい最近陥没した大陸は見つかっていませんが、1億年以上前に目を向ければ、大陸が沈んでなくなったことは実際にあり得る話です。事実、海に沈んだ大陸を連想させる地形は、世界中の海底に存在します。これは巨大海台と呼ばれるもので、特に太平洋に多く分布しています。海台とは、海の底にある山のようなもので、てっぺんの頂部が平らで、
かなりの広がりがあり、そこから頂までの高さが200メートル以上あるもののことです。そしてその巨大階台の一つが日本から約1500キロメートル東の太平洋に存在するシャツキー階台です。シャツキー階台はタム山階、シルショフ山階、オリ山階の3つで構成され、南西にあるタム山階が最も巨大です。シャツキー階台の北東部にはパパニン階嶺が伸びています。しかし、21世紀になって階台の複数箇所からのサンプル採集が行われ、成分分析や年代解析が行われましたが、その成り立ちは解明されていません。また、タム山階が地球最大の火山と報道されたこともありましたが、後の再調査によって提唱者自身が単一の火山ではなく、海の地殻が次々に折り重なってできた巨大な地形であるという結論に達しています。さて、シャツキー階台は日本の国土とほぼ同じ面積を持ち、三つのプレート、太平洋プレート、ファラロンプレート、イザナギプレートの三重会合点、トリプルジャンクションに位置しており、1億5000万年前から1億3000万年前、つまりジュラ紀後期から白亜紀初期の間に形成したと仮定されています。最近の地質調査によって、このシャツキー海岸は1億年以上前であれば、海面から頭を出した陸であった可能性が出てきました。地質学者であるアメリカスタンフォード大学のヌル教授とベン・アブラハム教授はこう語っています。シャツキー海岸などの太平洋に散在する巨大海岸は、もともとはすべて一箇所に集まって大陸を形成していた、というお話です。彼らは1977年に失われたパシフィカ大陸というタイトルの論文をイギリスの著名な科学雑誌に掲載しています。タイトルはチャーチワードの失われたムー大陸にちなんだもので、この説は多くの地質学者を魅了し、1980年代以降、パシフィカ大陸の存在を検証する研究が行われてきました。しかし、プレートテクニクス理論に基づく検証の結果、ヌル教授らの説は残念ながら否定されました。どういうシナリオを考えても、すべての巨大海嶺が都合よく一箇所に集まることはなかったのです。シャツキー海嶺は他の主な巨大海嶺よりもかなり早い時期に形成されていたので、他の巨大海嶺が形成された時代には、プレート運動に伴い、北半球へとすでに移動していたと考えられています。つまりこのことから、少なくともシャツキー海嶺がパシフィカ大陸の一部ではないことが明らかになりました。プレート運動に伴い、北半球へと移動していたことが考えられます。つまりこのことから、少なくともシャツキー海嶺がパシフィカ大陸の一部でないことが明らかになりました。ジーランディアが第8の大陸なのか。シャツキー海嶺を含むパシフィカ大陸説は否定されました。しかし、南半球に分布する4つの巨大海嶺、ロードハウ、ノーフォーク、キャンベル、チャタムが、かつて一つ一つの大地を形成し、海面から頭を出した大陸であった可能性は、まだ否定されていません。そして、ニュージーランドとこれらの4つの巨大海嶺を合わせた地域は、ジーランディアと名付けられ、
地質学の世界では第8の大陸とみなされるようになってきました。なお、ジーランディアは大陸であるにもかかわらず、その面積の 94% が海面下という変わった特徴を持っています。ジーランディアが大陸である証拠の一つとして、海大の複数の地点から花崗岩が採取されたことが挙げられます。先ほどお伝えしたように、花崗岩は大陸に存在する特徴的な岩石です。さらにジーランディア大陸が長い年月をかけて沈んだ可能性も出てきました。つまりかつては全体が海面から頭を出した普通の大陸であったかもしれないということです。ジーランディアが本当に海面から頭を出していたかを調べる最も良い方法は、海底を掘削して地層を採取することです。採取した地層を調べれば、大陸沈没の歴史を明らかにできる可能性が高くなります。実は、日本、オーストラリア、アメリカが主導して、2017年7月下旬から始まったジーランディアを掘削する計画がありました。この掘削の成果によっては、ジーランディアが沈んだ第8の大陸と言えるかどうかの結論が出るはずです。結果、マグマに含まれるジルコンが抽出されました。ジルコンは非常に頑丈であり、数億年単位でその性質を保つ上、結晶化の過程でウランを含んでいることが多くあります。研究者たちは、サンプルにウラン、鉛年代測定法を適用し、花崗岩の成立年代の特定に成功しました。その努力により、ジーランディアは超大陸から分離し、その後、海底に消えていったことが判明したのです。つまり、ジーランディアは大陸と言えそうだということです。ちなみに、ジルコンの抽出は、花崗岩を物理的に砕くことから始まります。ある程度までは、機械的に振り分けることができますが、最終的には、顕微鏡を覗き込みながら、手作業で根気強く分類をしていきます。ニュージーランドの GNS サイエンス社に勤める、ローズ・ターンブル博士たちは、窓のない地下室の研究室に閉じこもり、粒子が風で舞わないようにピンセットの先に鼻の油をつけて分別作業を続けました。では、ここまでを整理して大陸の成り立ちを順番に説明すると、こうなります。今から5億年ほど前、地球上にはゴンドワナ大陸と呼ばれる超大陸が存在し、ゴンドワナ大陸は今から3億年前の時点で北アメリカ大陸及びユーラシア大陸と衝突、そしてパンゲア超大陸を形成します。その後、パンゲア大陸は徐々に分裂し、現在の主要な大陸を形成します。今からおよそ8500万年前頃になると、ジーランディアは、このパンゲア大陸から完全に分離します。アメリカ CNN では、この時点で、ジーランディアには、豊かな熱帯雨林が広がり、恐竜たちが生息していたはずだと紹介しました。そこから時を経て、環太平洋造山帯、リングオブファイアが出現しますが、反面、この時期にジーランディアの大部分は海底に消えていきました。こうして、近年では、ジーランディアは独立した大陸として扱われつつありますが、そこに来て、10億年超という年齢が明らかになったことで、この認識に、さらに高挙な根拠が加わることになります。ターンブル博士は、
CNS サイエンス社のプレスリリースの中で、今回の新しい研究により、大陸のチェックリストはすべてに印が入りました。私たちニュージーランド人が大陸の上で暮らしているということに、もはや疑念はありません。と語っています。詳しく知りたい方は、研究成果をまとめた論文が2021年5月の地質学誌ジオロギーに掲載されていますので、ぜひお読みください。実は今回の研究成果は、さらに古くロディニア超大陸の変化を解き明かす手がかりにもなるということなので、未知のものを解き明かすロマンが詰まっています。地下室で砂流をより分けた地道な研究が、壮大な地球の過去に光を灯し始めました。では、今夜の授業はここまでにします。この動画が良いと思った方は、チャンネル登録と高評価、コメントをよろしくお願いします。ゆっくり眠って、疲れた体を休めてください。今日も一日、お疲れ様でした。おやすみなさい。